ケロケロチャンネル。こんにちは。今日は黄色ちゃんの初めてのレポート、副音声解説でケロがお届けします。さあ行こう、レッツゴー。あれれ、黄色ちゃんお店からだいぶ遠いところからレッツゴーって言ったね。大丈夫？よーし、中入っていきますよ。いや、こんにちは早いし。あれ、黄色ちゃんもう早速中に入って頼んじゃったの？わ、鳥飯が来た。これさ、おっきいね。うわ、具がぎっしり詰まっとう。うん、おいしそう。さあ、黄色ちゃん食べれるかな？あれれ、崩れとるし。あ、醤油ラーメン来ました。うわー、これおいしそう。うん、いい香り。お醤油って感じ。わ、しかも出ました、縮れ麺。あー、これ、わー、説明不要。炙りチャーシューが、これまたいい匂いで美味しそう。あら、黄色ちゃん何見つけたのかな？ん、それ柚子胡椒って言うんだよ。ほら、また鶏塩ラーメン来たよ。わー、見てこのビジュアル。あー、澄み切っとる。ほらほらほら、澄んだスープ。わあ、これ鶏のめっちゃ美味しいとこ出てるよね。ああ、そしてそれから麺。お、こちらも縮れ麺。うわー、キラッキラ光っとるよ。こりゃはよ食べたい。そして味変に黒胡椒、うん、粗挽きでかけるんやね。これ絶対美味しいやつよね。ねえ黄色ちゃん、もう食べちゃったの？早いね。うわ、全部飲み干し通し。うん、美味しかったね。博多には豚骨ラーメンしかないと思ってる人、他にも美味しいラーメンあるんだよ。ここの醤油ラーメンと塩ラーメン、とっても美味しいから食べに来てね。ケロおすすめです。またケロたちに会いたかって思ったら、チャンネル登録お願いします。いいねボタンもね、待ってるよ。